今まで計5回世界大会には行ったことがあるんですけれども、ミスグランドジャパンに挑戦しようと決意しましたので、一旦上の方は外れまして、プレイヤーとしてもう一度腹をくくって出場することを決めました。今自分に自信がなかったり生きづらさを感じている人に対して希望となれるような存在になりたいっていうのが自分のビジョンにあるんです。自分が思っていることとコンテストが求めていることが一致したので、ぜひグランプリになりたいと思い応募させていただきました。グランドジャパンの、日本大会を見た時にウォーキングだったりとか自分の見せ方とかすごい圧倒されて、このチャンス逃したくないと思って挑戦しようと思いました。ヨシのポテンシャルは日本人を代表して世界で戦えるレベルだと思っています。何事にもプラスに考えることはすごい得意です。直感的にっていうのかな、あ、これだと思ったらすぐやっちゃうタイプで、もう何も考えずに応募しました。偏見などから、勃発するといじめ、そのようなものをなくしたいと考えております。自分は卓球ずっとやってきたので、卓球やってる自分以外をちょっと見たいなと思って、人に夢や勇気を与えられるような女性になりたい。私も挑戦したら何かもっと平和について考えたり知ることができるかなと思ったので、すごい海外を視野に入れてやってるので、その日本だけではなく海外にも行けるよっていう、そこに惹かれ世界の問題を学んでそれを発信し影響を与えられる人になりたいなと思ってこのコンテストに応募いたしました。 I would like to beA woman who has, like as I said last lately, I want to be have a confident. Also, I want to give a confident to other people. I want to share my experience, my poor experience in the childhood, and share how I get improved myself. So then I want to guide them. I want to be a role model for like global business women.